先生、約束ですからお見せしますけど、私が隠れ黒市であること誰にも内緒にしてください。分かったわ。それにしても本当に黒市が現代に生きていたなんて。あ、誰？あ、大先生、この巻物。先生、あなたの用はもう済んだわ。先生、まさか先生。先生待って、反撃しなさいよ。くのいちの術はどうしたの？あなたはどこのくのいちなの？知ったことか。あらゆる流派を超えてくのいちの頂点に立つ、それが私よ。なんだみゃ。いや、猫しゃべ、何かあったのかみゃ。衆の戦闘もこれで耐えるのよ。だらしながら御堂御子、あのお屋敷だにゃ。ずいぶん大きなお屋敷に住んでるんだ。秀政さん、いるかしら。巫女ちゃん、何をドキドキしてるの？今は初恋は二の次よ。式魔委員会と大王様を救わなくちゃ。わかってる。これで私の初恋も終わりだわ。式魔委員会の大王の娘だなんてことがわかったら、どんな物好きでも逃げ出してしまう。誰？おばさんかい？ごめんなさい。あ、私です。御堂です。え、巫女ちゃん。巫女様。吹雪さん、今水の音が。ええ、その前に女のうめき声が風に混じって聞こえてきたわ。犠牲者かしら。シャナ姫がこの公園のどこかに。メブエを吹くのよ。シャナ姫をおびき出すにはそれっきゃない。あんたも関わらん方がいいよ。特にあの娘にはな。相変わらずしけたの食ってんな。亭主、金は置いていくぞ。毎度どうも。このテーブルはパトリス様のご指定だ。どけ。さ、パトリス様、こちらへ。おやじ、酒だ！酒持ってこい！はい。食い物も
店で最高のものはな。とは言っても大したものはないがな。この店でいいのは給仕女だけが。それは言える。よ、早く釈放せんか。はい。おいしい。ほう、大した金額だ。ではもらっていくぞ。待て、まだこの女を売るとは言っていない。金貨が不足か。ならいくら金を積まれようともこの女は売らん。行こう、リア。はい。貴様、仕上がりやがって。うっ、行くぞ。ケイン！お待ちなさい。何か？あなたはそのしもべにそれほどの価値があるというの？価値？違うな。ディアナは俺のすべてだ。たとえ一国の王位と引き換えでも、こいつを手放す気などない。たかがしもべ風情に。お嬢さん、あんたにはまだわからないだろう。人の心が金で買えると思ったら大間違いだ。お金で自由にならないものなんかないわ。そうか、ならば自分に値段をつけてみるがいい。なんですと、馬で行かれるですと。ええ、もう馬車は空きました。遅いし暑いし、ガイウス王陛下もお待ちなのですから、一刻も早く。ああ、しかしディアナは幼い時から馬には乗り慣れている。かねてよりグプタ騎兵の俊足さは我が国でも評判が高い。ディアナがぜひそれを見たいというのでな。私もぜひこの目で見たい。わかりました。ですが万一途中で大遅れになったら。その時はおとなしく馬車を待ちますわ。では、目にものを見せてやりましょう。グプタ騎兵師団の真骨頂。よかろう、歩兵には後を追わせろ。久しぶりに一攻めしてくれようぞ。はい。グプタに帰還する二列渋滞、早がけ前へ。よし、出発！みんな行っちまったぜ。そうでなきゃ困るんだよ、ちげえで。ハンナ、上手なのね。ディアナ様こそ。ディアナ妃がよくついてきますね。とても女の細腕とは思え。はっ。ディアナ様、大丈夫ですか。素晴らしいわ、さすがグッタ騎兵士団ね。はい、我が国の誇りです。マールー様、あとどのくらいですか。あの見えてきた戦闘がそうです。そろそろ隊列を整えた方がよろしくなくて。なんと不甲斐ない奴らだ。あのお妃様、早がけてきたんだって。こいつはすっげえな。マルン様も早くあんなお妃様が来ればいいのにな。ゴプタ騎兵の早掛けについて来られるなんざ遊牧民ぐらいのもんだぜ。さ、なんと見事。いや見事。
あれがグプタ騎兵を手玉に取ったジャジャ馬だ。はっ。とてもそうとは見えんな。お前ももう少し女子に興味を持っておれば、そうまで翻弄されることもなかった。面目ありません。ドリアの王が膝を屈したぞ。一体どういうつもりだ。これはグプタ国王陛下、ドリア国王将、お初にお目にかかる。これなるは我が王妃ディアナ。若輩なれど、ゆえあってドリアを治めることとなり申した。この度、北の覇者たるガイウス王陛下にご挨拶に参上した次第。以後、お見知りおきを。なんと、若いに似てできた御神じゃ。これほどまでに凛々しい国王は見たことがない。あれがバッセン王の忘れがたみか。だが、あのディアナ妃は仇の娘。それをよくもまあ。いやいや。似合いの若夫婦ではないか。さても丁重なご挨拶。このガイウス、感服いたした。以後は良き隣人として末永く。末永き繁栄を。で落とした杖を見つけてほしい。そうすればエリクサーを調合してくれるのか。調合するんじゃなかったのか。何、そんなこと誰が言った。だから処女の飲水が必要って言ったじゃないか。私が飲みたかっただけだ。じゃあ薬はどうなるんだ。ん、約束通りエリクサーだ。もしかして初めからそこにあったのか。